キバナカワラマツバは、アカネカ、アカネアカ、ヤエムグラ族の多年層。別名、キバナのカワラマツバ。ゲーデウムウェルムを基本種とするアシュ。茎は、やや硬く、直立して、高さは30から80センチメートルになり、差しはないが、柔らかい毛が生える。葉は八から十個が隣生し、角、我が平だたって、茎につく。葉は、長さからセンチメートル。 1> 幅1.5から3ミリメートル、線形で、先は短い差しがあり、基部には傭兵はない。歯に柔らかい毛が生え、歯の縁はやや裏側に反り返る。これらの臨生する歯は、耐性する本来の2個の歯と、残りの6から8個の歯と同型の卓用となる。下記は7から8月。茎先や上部の溶液から花枝を延伸させ、塩水状の周酸化状を出し、 三孔色の小型で多数の花を密につける。果敢は、杯き形で、計2ミリメートル。先は4列し、頭部はない。湧水は4個ある。脂肪は2室に分かれ、各室に1個の胚種がある。花中は2列する。果実は2個の文化からなり、各文化に1個の種子がある。分け花は、計約1ミリメートルで、毛はない。日本では、北海道。 本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い矢や,や乾いた草地や土手などに生育する。世界では、朝鮮半島に分布する。和名、木花河原松葉は、木花河原の松葉の意で、河原の松葉は、河原などに多く生え、臨生する細い葉の具合が松葉に似ているから言う。種小オーベルムは、本家の、正統の、純正のの意味。アシュメイアジアチカムは、アジアのの意味。 本種には変異が非常に多い。ありがとうございます。